なんか電波変えたらあれダメになっちゃった、ごめんごめん。2018年12月の4日、9時49分です。よろしくお願いします。じゃあ取り行こうか。よいしょ。どんな動画撮ろうかな。何系動画撮る。猫の目さんはどう、おはよう。おはよう。猫の目おはよう。猫の目さん今。電車？通勤中？行こうか。猫の目さん、そう、仕事行ってくる。お、了解。そしたらのんちゃん、テスト撮影行ってくんね。行きます。お腹減ったな。
こにすっか。どうしよっかな。あんま良くねえな。アジさんは土監督すみません、ロハコさんと連絡取れなくて遅刻します、だからんちゃってねわら。ロハコさんと連絡取れなくて遅刻、どういうこと。アジさんおはよう。おはようカラス。ん？おはよう。
じゃあ花火ありがとう動画撮るか。さん、すみませんが、またコメント削除しますわら。はいはい。テーステーステース、あテーステース、あテーステース、テーステース、あ、撮ってみようか。花火ありがとう。あれ？プラス7。マイさん、おはようございます。丸久しぶりにワドさん噛んでレター。うん、おはよう。おはよう。もう一回ワンテイク撮るか。うん、ここじゃないな。ちょっとロケーション変えよう。逆光になっちゃうね。移動します。バイさん、やっぱりイケボだし、かっこいい。ありがとう。アジさん、そのカメラのバッテリーは何時間くらい持つんですか？動画だと30分くらいかな。動画だと30分くらい。どうしようかな、どこで撮ろうかな。バッテリーはね、アダプター買わないとね、長時間できないね。アジさん、そうそう、もともと動画用じゃない、写真だと2時間ぐらい撮れるかな。動画用のカメラじゃないから。だからバッテリーチェンジが課題なんだよね。もんよ。のんちゃんに手伝ってもらいたいな。佐々木敦史さん、おはよう。おはよう。佐々木さん、おはよう。
あ、やっぱあれだな、もう一個スマホ買わないとダメだな。佐々木敦史さん、電波悪い？電波悪い？見えてる？電波悪い？いや電波悪くないはずだけど、電波悪いかな。ダメ？ダメかな。そんなことないと思うけど、電波悪い？そう。鶴根さん、ワドツです。はい、ワドツ。テンポ悪くないはずだけどね。金太郎さん、おはよう。AM さん、ちょっとだけプツプツします。あ、そう、テンポ悪くないはずなんだけどな。ここも逆光か。ここも逆光だ。逆光だな。逆光多いな。逆光ばっかりだね。太陽には逆らえませんよ。あ、ですです。あ。佐々木敦史さん、何とルーですか？ん？何？ん？何撮るんですか？花火ありがとう動画。花火ありがとうっていう動画。テストだよ、技術テストだから。楽しそうなんだよな、ワドクルが今やってることが。楽しいよ。最高に楽しいよ。ダメだな、やっぱスタンドインのスタンドイン用意ないと。厳しいな。あ。ハイボールさん、狐にしないと皆さんの本音が出ないかも。花火ありがとう。佐々木敦史さん、一人じゃ大変だね。アジさん、こり出したら大変だね。欲しくなるな、これは。一人大変。いやー、機材欲しいよ、たくさん。機材欲しいのたくさんあるよ。取り出したら200万300万ザラだかんね。大見総長さん、お前の枠は狐じゃないとコメントしない。延長します。ああ、分かった。
うん、違うな、もうちょい寄りだな。花火ありがとう。難しいね。花火ありがとう。鶴根さん、いちいちアンチしてくんなよ、不快だわ。花火ありがとう。アジさん、ワド君の見よう見まねしてちょっと趣味的にやってみようかな、わらわら。いいんじゃない。やっぱ画面見ながらじゃないと厳しいな。モニター必要だな。モニターがないとわかんねえ。ちょっと厳しいな。花火ありがとう。花火ありがとう。なんか違うな。いいか、これでグレーディングすっか。おはよう。花火ありがとう。
花火ありがとう。花火ありがとう。難しい。モニターないと厳しいな。もし333で映画監督始めるとかダサさ加減に花火無料にて。うん？海の王子さん、おはよう。おはよう、海の王子さん。うん、花火ありがとう。アイテムありがとう。いいね、ありがとう。おはよう、海のおじさん。海の王子さん、ワイは幼児の頃その辺でベビーカーに乗っておったよ。柏木出身なので。へえ、まずだ。この辺出身なんだ。都会っ子じゃん。花火ありがとう。うん、これでいいや。 OK テイクです。 OK です。 OK テイクです。 OK です。よし、これグレーディングしてみよう。特命係長ただの花火師さん、ありがとう。久しぶりに見れた。花火撮影、うん、撮影中だよ。ありがとうね、アイテム。おーねえ、最近来なかったじゃん。うん、今日ね、また教わるよ。うん、すれ違ってたね。ありがとう、来てくれて。今撮影してる。新しいね、機材の使い方を覚えたから、それのテスト動画だね。ありがとう、いつも。手持ちでやってみようかな、もう一箇所。もう一箇所手持ちでやってみようかな。ちょっと待ってね。機材が多いから。今日はね、2時からね、先生のところに行く。テープ取ろうかな。無理だな、やっぱあれだ、スタンドインしてもらわないと無理だわ。ちょ
カラーグレーディングやってみよう。ただいま家に帰ってきた。じゃあパソコンで編集してみましょう。最近忙しくて来れなかったのかな、タイミング合わなかったのかな。このデータをありがとう動画作ってみようか。ペペリーナさん、おはよう。おはよう。ペペリーナ、おはよう。花火ありがとう。やってみようか。匿名係長などの花火師さん、明日から新しい職場なので情けないことに全く余裕がなく、新しい職場なんだ。またタイミングも合わなかったですね、うん、タイミング合わなかったんだ。うん、あ、バタバタしてたんだね。いいじゃん、新規一転職場変えたんだ、うん、頑張ろう。明日からだ。じゃあ今日は休みなのかな。バタバタしてなんだね。いいじゃん、新生活頑張ろう。俺も頑張るよ。ありがとう、いつも。これを最適化メディア、どんな動画になるかな。ちょっとね、技術的なテストなんだよね、これ。今までの撮り方が間違ってた可能性があるの。ちょっと新しいことにトライしてますね。楽しみだな。うまくいってるといいけどな。
花火ありがとう。花火ありがとう。で、花火ありがとうで。5倍まで遅くできるわけだから。25%よ。中ちゃんさん、初見です。音符。中ちゃんいらっしゃい。花火ありがとう。花火ありがとう。これでいくか。花火ありがとう。うん、これでいこう。で、ラットを当てるからカラーノードシリアルノード。あー、なるほどな、全然違うわ。なるほどな、あ、こんな変わるんだ。あー、すげえな。あー、すごい、全然使い方間違えてた俺今で。なるほどね、なるほどね。あー、すごいすごい。
全然違う。あ、分かった、正しい取り方が分かったわ。花火ありがとう。ほど。マイさん、メガネ姿もかっこいい。ありがとう。ああ、なるほどな。わかったわかった。ゆかり87さん、和戸さんのお部屋ってパズルみたい。どのピースが欠けてもダメだね。パズルみたい。あー面白い、取り方分かった、取り方分かったよ、全然間違ってた俺。全然間違ってたじゃん。マジか、こんなに違うんだ。面白い、すげえすげえ、また一個技を覚えた。すごい、面白い。花火ありがとう。OK、うん、ちょっとこれ書き出してみようか。面白い。今見せるよ。全然取り方間違えてたね。部屋はね、俺の脳みそと一緒だからね。今やってみるね。できた。
花火ありがとう。見てみる。デート動画とか作れるよ、これで。いくよ。花火ありがとう。綺麗にグレーディングできてるね、今まで近くて。花火ありがとう。うん。花火ありがとう。だいぶ綺麗だな。いけるいける。テスト完成。花火ありがとう。またうまくなってしまった。花火ありがとう。歯が黄色くなっちゃってんな、これ。色が難しいね。色濃くしたから歯が黄色くなっちゃってる、うん、そうだね。画面こんだけでかくしてもさ、ノイズないもんね。すげえな。ちょっとこの辺荒いかな、映像が。花火ありがとう。でもまあ面白いな。花火ありがとう、うん、これいろんなバージョン試せるね。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。よし、成功。やりたいことはできた。グレーディング成功です。なるほどね、こういうことだったのか。なるへそ、気づかなかったな。4ヶ月かかったよ、ここまで。これに気づくまで。ゆかり87さん、何かを掴んだ男。今までのね、撮影方法、暗く撮ってたの。要は写真のメーターだと正しい位置でも、ちょっと暗すぎたんだよね。だからまあ単純にその動画をこの設定で撮るときは明るく撮れば綺麗に撮れるっていうのが分かった。これはでかいな。なんで暗くなるんだろうっていうのはずっと思ってたから。これはでかいよ、これはでかい。カラーノード、シリアルノード追加。これはでかいね。うん、いくらでも映像をいじれるね。ああ、全然データ量が全然違う。これはすごいわ。メイクしないと肌荒れ全部映るな。なるほどねー、なるほどねー。なるほど、分かったよ。僕は今までの悩みが全部吹っ飛んだよ。なるほど、こうなってたんだ。いやーすごい、フィルムルック。あ、延長します。全然違うもん。S ギガン2 S ログ2 709 LC タイプ A シネ、これがシネマ用ラットか。全然違うじゃん。
おー全然違う。全然違う。いいな。花火ありがとう。すげえな、すげえな、気づかなかったな。マジか、マジか、マジか。気づいたよ、撮り方に気づいた。またレベルアップしてしまった。花火ありがとう。なるほどね。OK。パーフェクトです。パーフェクトだ。うってじいさん、映画はいつできるの？あ、プロフィールに書いてありますよ。スケジュールは全部書いてあるよ。プロフィール見てみて。オリンピックと言ってるけど大丈夫ですか？いや、オリンピックとかぶっても大丈夫でしょ。大丈夫だと思うよ。ダメかな、まずいかな。
コメントないね、今日ね。全然コメントないね。解放さん、今日にや編集作業？うん、編集作業は今終わったところ、今ちょうど終わったね。ヤンデレラさん、おはようございます。はい、ヤンデレちゃん、おはよう。お疲れ様。うん、お疲れ様。花火ありがとう。うん、うまくいってるな。OK、大丈夫。ヤンデレラさん、いいね、お20%。お、ヤンデレちゃん、ありがとう。いいね、ありがとう。サンキュー、ありがとう。これをこうしてああしてこうするから、ヤンデレラさん、私うざくないですか？全然、なんで？全然うざくないよ。どうしたの？ヤンデレもヤンじゃった。全然うざくないよ。どうした？なんかあった？ヤンデレラさん、ヤンデルからヤンデレラです。ああ、なるほど。ヤンデル人が集まるんですよ、僕の放送は。なぜかヤンデル人を引き寄せるんです。なんでなんだろう。不思議なんだよな。なぜヤンデル人が集まるんだろう。なんなんだろうな。謎。ヤンデル系リスナーに好かれまくるワード。ヤンデレラさん、タワクで何もしてないのにうざがられるんです。あ、そうなんだ。タワク、誰の枠なんだろうね。何があったんだろうか。なんかしらそういう風に言われちゃってんだろうな。なんでなんだろうね。誰の枠かわかんないけどね。ヤンデレラさん、何もした記憶ないです。うーん、名前じゃない名前が病んでるからいじられちゃったんじゃないの。わかんないけど、まあ、俺はうざいときうぜえよって言うから大丈夫だよ。注意するから、うん、すいませんって言うときは大丈夫だから。ヤンデレラさん、そうなんですかね。わかんない。だって俺わかんないよ。ヤンデレちゃんがなんでうざかられてんのか全然知りようがないよ。わかんないよ。なんでなんだろうね。まあ流れがあるからね。ヤンデレラさん、風船を10個プレゼントしました。ありがとう、風船ありがとう。
ヤンデレラさん、私はテルチャンピンさんのリスナーです。あ、そうなんだ、テルのリスナーなんだ。うん、テルでもそういうこと言わなそうだけどな、うざいとか。テルリスナーなんだ。ヤンデレラさん、うん、テルチャンピンさんには言われてないです。うん、あ、そこのリスナーさんに言われてんだ。へえ、なんだろうね。ヤンデレラさん、雑談タヌキにも名前書かれてました。雑談タヌキに書かれちゃった、名前名前書かれちゃった。俺雑談タヌキとかなんか見ねえからわかんねえな、気持ちが。なんかあそこのサイトって悪口しか書かれてないじゃん。なんで見るの雑談タヌキ。なんか俺精神的についていけない。どのスレッド見ても悪口しか書いてないから、なんで悪口を書かれてるサイトを見ちゃうんだろうね。もう絶対見ないね。久々にコラボ枠でもやってみようかな。コラボ枠やってみようか。コラボ枠。ヤンデレラさん、まだニケラさん回しか見てないです。え、見ない方がいいな。暇だからキツネ枠、キツネ枠じゃなくてあのコラボ枠やろうぜ。コラボ枠、じゃあ枠取り直すわ。次枠コラボ枠です。お疲れ様です。ヤンデレラさん、もう見ません次はコラボです。